コンペキの艦隊は、荒牧義雄原作の戦記シミュレーション小説である。1990年に執筆を開始し、1996年に完結した。井村真嗣によって漫画化されたほか、1993年から2003年にかけて OVA 化されている。朝日の艦隊とは、表裏一体の関係にあり、また、同時期の話として、コンペキの艦隊特別編。 青い雷開発物語及び朝日の艦隊構成を修正しがある。続編は新・紺碧の艦隊及び新・朝日の艦隊。小説版は特馬書店により新書全21巻が刊行されているほか2004年12月より順次文庫版が発売された。アニメ版は全32話。いわゆる架空戦記ブームを引き起こした作品。 同一の世界設定をもとに、コンペキ、曲実という2シリーズを同時並行的に執筆しただけでなく、それぞれのシリーズを別々の出版社から出版するという出版業界として、極めて異例の形を取ったことでも話題になった。ゲーム化もされ、スーパーファミコン版、PC ゲーム版、3DO 版、PCFX 版が存在する。 漫画版においてセリフ部分が日本語会話部分は通常の縦書きだが、英語会話部分は横書き。さらに、ドイツ語会話部分はナをカタカナに変えて、横書きにしている。昭和18年4月18日、ブルゲンウィル島上空で戦死した日本、帝国海軍連合艦隊司令長官山本56は、38年前の構成世界に、若き海軍将以候補正。 高野十六として生まれ変わり、元の前世とは微妙に異なる後世で同じ悲劇を繰り返さないため、前世より転生した者たちを集めて、コンペ機会を結成する。同じく、前世より転生した日本帝国陸軍中将、大高屋三郎を率いる西風会と共にクーデターを起こすものの、戦争への流れは変わらず寺氏は十六年十二月八日、午前0時、 運命の改善を迎えてしまう。根碧の登場人物の名は、明治維新で活躍した獅子の名前から来ているものが多い。一方、読者や挿絵画家の名前を使っている場合もある。極実艦隊関係者は、朝日の艦隊を参照。蒸気以外にも、LR-1 に似た小型偵察機、OVA のみの4発化した C-1 輸送機、 o マイナス6風のヘリコプターなども登場している。その他、朝日の艦隊にも登場した、ホルス16、ゴ686マグニ、目262、シードラフ編、10107ユンカースなどが登場している。レンタル用に VHS が制作されたほか、DVD は1巻に庭を収録し、下記のスケジュールで発売された。また、2005年には3つのボックスに、 両シリーズ全巻を収録している、コンペキの艦隊、朝日の艦隊コンプリート DVD ボックスが発売された。2005年7月29日2005年9月23日2005年11月25日2011年には6年ぶりに BD ボックスとして発売が決定、専用ホームページも開設された。2012年3月からはアニマックスにて、 全話放送が予定されている。コンペキの艦隊特別編、青いライ開発物語は、寺ラは17年4月の帝都発空襲において、B30 爆撃機を撃墜した高高度局地、戦闘機、青いライの開発秘話である。コンプリート DVD ボックス1に特典として収録されている。レンタル承諾版 DVD では付属していないため、レンタル DVD 店には置かれていない。 そのため、コンプリート DVD ボックス1を購入せずに、視聴する手段は TV 放映のみであったが、2012年7月22日19時19時50分の放送枠で専門チャンネル、アニマックスにて初放映された。あらすじある日、敵重爆撃機迎撃について話し合っていた、大高、高野の両名は前世、幻に終わった曲線神殿の復活を思いつく。 そして調査の結果、前世の開発者、鶴の正隆が、鶴田正樹、正隆の二人の兄弟として転生したことが判明する。登場人物スタッフ物語内の司令、司令官等の使い方は、史実とやや異なる。本来は、下記の通り。また軍令部は、海軍から独立しているため、九百三十四年の海軍省軍令部業務保障規定の再開以は、 海軍軍令部とは言わず単に軍令部と称する。書籍は、作中での日米和平に先立つ頃から、書冊しか出なくなっていたが、OVA 版は、後世、第二次世界大戦の終結まで描き切っており、派生作品、朝日の艦隊の続編、新曲実の艦隊のコミック版は、本編完結後3年経過した2009年にも、新、朝日の艦隊スサノオの死闘編が新規に、 発売されるなど、ゲーム、ガレージキット等を含めた商業レベルでは、仮想戦記作品として、最も成功した作品と言える。批判については、落日の艦隊シミュレーション戦記批判除説という SF 戦記物小説、特に艦隊シリーズに対する矛盾点を厳しく、批判した書籍が発行されている。同書では、阪神大震災の直後に、作品中で、 同様の地震を起こした点は特に批判されている。メディアミックス戦略の一環として、OVA 発売に合わせていくつかのゲーム版がリリースされている。マイクロキャビン版は続編も複数作られている。コンペキ艦隊や高杉艦隊等を指揮する戦術級防止ミュレーションゲーム。戦闘は敵味方同時進行するリアルタイム方式。 構成日本の主犯となって、構成日本を導く戦略級シミュレーションゲーム。ここからオリジナル要素が強くなり、自由に艦隊を編成できたり、史実通りドイツ帝国と同盟を結び続けるなど原作とは異なる展開も可能。ちなみにドイツとの同盟を破棄すると、原作兵器、例、伝進スス、青いラインが開発されていくが、同盟を続けると、 史実兵器が開発されるようになる。オリジナルの艦船を設計作成できる HLG55 システムを搭載し、感染を設計してゲームに登場させることができる。上記パーフェクトの改良版。ミッションクリア型の戦術級、防シミュレーションゲーム。戦略的要素もあり、インターミッションにて各種技術や東方エルサレム共和国へ投資することで新兵器の 配備等が早まるなどの効果がある。ソーシャルゲームとして制作された、カードバトルゲーム構成。後世大世。作品世界における設定は、艦隊シリーズの用語集その他を参照。ABCDEFGHIJKDVD、e,、第6巻特典映像より、前世はさらに小型の、センダカ小型という艦種が存在した参考画像、ファイル、都南丸ナンバーに、 JPG 艦載機なので正確には FJ フューリー。全体のデザインは実在するソ連機ミグ -15 を基本に主翼を低翼化したものであるが細部が冷戦と類似しておりパッと見た印象が似通っている。形状は米海軍早期警戒機,機 EG-121 ウォーニングスターに用いられたレドームと同様である。作戦支援のために坂本艦隊へ 朝日艦隊から回されたことになっている。正確には82式式通信車のフロント形状の96式送輪走行車といった形状。対地レーダーらしきものと89式走行戦闘車の10マットコンテナを搭載していた ABCDEFGH キャラ創作が監督。ありがとうございます。